みちゃん新しいお弁当入れだ。へえ、昨日塗った。かわいい。なんだね。ね、みんなのも作ってお揃いでさ。うん、いいよ。いや、渡辺、それダメ。恥ずかしすぎ。うん、いいなぁ、すみちゃん。ん？何が？特技ってほどのもんでもないよ。立派な特技だよ、それで一生食っていけそうなもん。卒業したら復職の方行くんでしょ？うん、まあね。先のこと考えてんだな。お嫁さんに来たいな。ねえ、汚いよ。旦那だってすごいこと言うんだもん。こんなにびっくりしなくても、ただ卒業してお嫁さんって決まったら楽だなと思って。あれ？遠藤だ。遠藤って誰だっけ？うちのクラス。ひどい、クラスの子の名前わかんないなんて。だって話しないとわかんなくなっちゃうよ。どこ行くのかな。保健室じゃない？体悪いの？サボりかもしれない。ああ、思い出した。2年の時、停学になってた子でしょ？うん。なんか話しにくいよね、そういうことあると。でもさ、気強いよね。3年になっても辞めないで来るんだから。終わり。先行くよ。ああ、ダメダメ、ずる。美味しい。毎日食べてるのにバカみたいだね。18世紀にイギリスで始まった産業革命は、人類史上最大の革命と言われるほどの出来事ですから、歴史的にも非常に大きな影響があったわけだ。まず産業革命によって資本主義社会が確立したということだ。その理由を2点挙げると、まず第一に、工場制手工業、つまりマニファクチャーだね。霧島さん、
目が覚めましたか？寝てたら授業がわからないでしょ。寝てません。では私が説明したところを読んでみてください。言えませんか？あなたはいつも寝てるからわからなくなるんです。第2点は、農業にとって変わって工業が産業の中心になる時代に完全に移行した。その結果、大工場を経営する資本家が支配者階級になったわけです。では今日はこれで終わり。知ってるよ。寝てなかったよね。うん。遠藤連れてきた、うんうん、ここ空いてるよ。遠藤ってご飯どこで食べてるの？え？うん、いつもいないから。はあ、隣のクラスに2年の時仲良かった子がいて一緒に混ぜてもらってる。うーん、わざわざ？うん、最初そうしてたらずっとそうなっちゃって。うーん、いつもパンなの？今日はちょっとね、母が寝坊しちゃったんだよ。ああ、わかる。うちなんてさ、しょっちゅうだよ。こっちはちゃんと毎日学校行ってるんだから、親もちゃんと親やってほしいよ。私なんて前コンビニのお弁当渡されて、あんまり恥ずかしいから自分でお弁当箱に詰めたことある。そりゃひどいね。ひどい。みんなが詰めたんだよ、時間前のに。遠藤って笑うんだね。何それ。
が今日炊き込みご飯だって。へえ。食べてくでしょ。炊き込みご飯って食べたことない。へえ、そうなの。うん、うちでは作らないな。じゃあ持って帰ればいいよ、いつもいっぱい作るから。うん、うちではニンニクの入る料理は作らないんだ、母が嫌いだから。だから餃子もスパゲティも入ってない。いろいろあるね、家が違うと。うん、そうだね。すごいなと思って見てる。ううん、火のつけ方が綺麗だなって思って。バレないの。もう知ってる。だからって大っぴらにやってるわけじゃないよ。この間なんか急に外から声かけられてさ、慌ててゴミ箱に捨てたら燃えちゃって焦ったバカだねねえ、昼間ごめんね。何が。みんないろいろ聞いちゃって。え、全然。どうして。うん、じゃあいい。あんバター、ああやってみんなで食べるとおいしいね。うん、そうなの。CD たくさんあるね。貸してあげよっか。アズテックキャメラ知ってる。ううん、ねえこれ見ていい。うん、いいよ。これ見てると安心するの。ねえ遠藤、あのさ、ん？うん、なんでもない。やめとく。何？いいねよ。いい。今度。いいなよ、気持ち悪いな。いい。なーに。いいなって。なんでもない。なーに。
姉ちゃん。うん？茶碗洗っちゃえよ。後でやる。後でだってやんねえだろ。やるってば。出た CD さ、返そうと思って持ってきてたんだ。どうだった？よかったよ。好き好き、こういうの。じゃあ今度はもうちょっと難しめなやつ選んどくね。期待してるよ。あ、中野、こっち同じクラスの金島。お昼一緒に食べてる子？うん、そう。で、こっちが中野。2年の時に一緒だった。いやー、よかったよ。遠藤、いつまでもうちのクラス来てるから心配してたんだよ。嫌な言い方。だってそうだよ。安心した。そうだ、今度コンピテープ作ってあげるよ。あ、いいね。作ってよ。最近フレンチ入ってるの好きかなって感じなんだけどさ。へえ、楽しみ。 MD に入れてね。 MD 持ってないよ。カセットなの？うちのデッキ覚えてくれるかな。無理やり動かしたよ。めっちゃ言うよ。早子、飲み会のことでメーナーの子に電話するんだけど、付き合ってくれない？うん、5時くらい電話することになってるから、どっかで暇つぶしてさ。
さ、マジで超4とか全然ちゃう。なんかマッチで1万2000円だから相手がいなちっちゃい。全員で伸びないんだよ。でもさ、映画ただ性格がいいんだよ。日本って言ったんだ。嘘は初めて聞いたよ。俺もマジで聞いたよ。マジで性格悪いよ。性格悪いよ。本当に大丈夫？うん、楽になった。ねえ、霧島の前の子、水内くんどう？どうって？よくない？いいよね。そうかな。私、ああいう人好きだな。でもよかった。霧島来て。来ないんじゃないかと思ったから。そんなことない。最近遠藤と仲いいしさ。わかった、ゲートボールだ。ゲートボールは難しかったから。マジでかわいい。なに、つまんないからさ、行け。次の角のところに行くぞ。はあ、走ったら酔いが回った。ああいうのどうなの、飲み会で酔っ払わんなって。なんかさ、見にくくない？お前どう思う？信じらんねえよな。お前さ、さっきなんで俺のこと見てたの？別に。あ、喋った。何も言わないから喋れないのかと思ったよ。お前さ、処女？飲み会どうだった？疲れた。渡辺潰れちゃったんだって？潰れるってことでもなかったんだけど、なんか記憶がないらしいよ。怖っ。霧島お酒強そうだもんね。そんなことないよ。じゃあ今度飲みに行ってみる？いいいい、アイスで十分。ああ、中野が言ってたんだけど、今朝会ったんだって？声かけたら怖い顔されたって言ってた。もちろん笑ってたけど。そうかな。私、霧島のそんな顔見たことないよ。あの絵いいね、セザンヌ。うん、
山の絵よりテーブルの上の絵がいいよね。生物が？うん。私も好き。霧島がいいって言ってくれるとすごくいいよ。そうだ、私着てないワンピースがあるんだけど、霧島着てみない？ん？去年買ったんだけど、私にはちょっと可愛すぎて。何それ。まあまあ、霧島だと似合うと思うんだな。ちょっと立ってみて。スカートの長さがこれぐらいなんだけど、合わなかったらスミちゃんに直してもらおうかな。うん、そうしよう。とホテル行ったん？え？名男の子が言ってた。本当なの？
私が水内くんのこと好きだって言ったって何も言わなかったのに。そういうのひどいと思うよ。最低。かやこは汚いよ。時々帰りにここに来て時間潰したりしてたんだよ。学校終わって家帰りたくない時なんかどこにも行くところがないから、あタバコ吸いたい。さっきすごかったね。ドラマ見てるみたいだった。って別にどうでもいいんだけど。好きだったらいいんじゃない？しょうがないよ。好きじゃない。じゃあどうして？変だよ。なんかあった？
私だって私遠藤が好きなんだよ。好きってそういう意味？だったら嬉しいな。また泣いてる？本当だよ。楽しい？楽しいよ。どうしてそんなこと聞くの？よくわかんない。楽しいし嬉しいよ。私のこと見つけてくれたの霧島だもん。ああ食べ過ぎた。お腹いっぱい。作りすぎたね。でも食べちゃったよ。霧島料理うまいね。冷蔵庫にあるもんでちょこちょこっと作っちゃうの。うちでやってるからね。お母さんと二人だっけ？弟もいる。だから家のこともやるんだよ。毎日作るの？ううん、うん、
コンビニとかで済ますのも多いよ。でもお弁当はお母さんが作るんだけどね。うちらの方が先に家出るんだけど、お母さん早起きしてお弁当作ってまた寝てる。偉いね。なんだろうね、悪いと思ってんじゃないかな。自分は働いてるんだから別に悪くないのよね。私さ、本当はここから出て行きたいんだよね。ここ？うん、ここから遠く、地元の短大とか行っちゃったけど、うちの土地、東京とかさ、でもちょっと怖いんだ。ここでなきゃどこだっていいんだけど、でも別にやりたいことがあるわけでもないし、私って何にもないからさ、何にもないまま出ていくのってちょっと怖いんだよね。知らんないな。だっていろんなこと知ってるし、私の知らない音楽とか本とかも知ってるし、すごいなって思うよ。でも知ってるってだけなんだよ。そうかな。私遠藤になれるんだったらなりたいよ。どうして？つまんないよ。なってみたらがっかりするよ。遠藤さ、救急車乗ったことある？何？それって定額と関係ある？あるよ。何、霧島知ってたんだ。そっか。私ね、中絶したんだ。2年の時、一人で病院に行ったんだけど、次の日学校行ったら具合悪くなっちゃって、他
験室で寝てたら出血が止まんなくて、それで救急車呼ばれて、学校にも親にもバレちゃって、定額のこと知ってる人はいるけど、救急車のこと知ってる人はあんまいないんだよね。音消してきたから。霧島知っててびっくりしたよ。痛い？中絶？麻酔かけるから痛くはないんだけど、なんか終わった後ね、ほらつわりってのがあるから気持ち悪くなるんだよ。それが終わった後なくなってすっきりしちゃうんだよ。なんかそれが嫌だったな。こんなんでも私になりたいと思う？思うよ。変なやつ。
どう？ごめんね、昨日はしゃぎすぎたね。横になってると平気。風邪ひいた？熱ある？大したことないよ。心配だよ。全然霧島のせいじゃないから。ごめんね。あ、霧島ちゃん。起こしちゃった？ごめん。寝てないよ。教室覗いたら保健室だって言うから。ありがとう。霧島。ん？ちょっと中野と話があるんだけど、いいかな？うん。じゃあね。遠藤休みだね。うん、今日で1学期終わりなのに。あの子体悪いの？変なこと言うけどさ、うん、アンバターのお金が割り切れないんだよね。ほら、4人で勝てた時は割り勘できたじゃない。で、遠藤が入って5人でもまだ大丈夫じゃない。霧島と遠藤が抜けたらうまく割れないんだよ。あ、文句言ってるわけじゃないよ。ただ割り切れないなっていつも思うんだよね。今日から夏休みなの。
部活来なくていいんだけど心配でね。来てんのよ。大変だね。2年に任せちゃえばいいのにね。親心配してた？多分早口で話してたからよく分かんなかった。遠藤ね、男に会いに行ったんだよ。男？うん、前付き合ってた。その話も知らない？中絶の。あ、知ってるね。それで定額になったぐらいしか知らないけど。遠藤、結婚してる男の人と付き合ってたんだよ。去年の春頃、私たちクラスの連中と飲み会やってさ、遠藤酔っ払っちゃってモールでいきなり吐いて、そばにいた男の人の服にかかっちゃったんだよ。私たちびっくりして一生懸命謝ったりしたんだけど、その男を道の端っこに遠藤を連れてって喉に指入れて吐かせてくれて、いい人だなと思ったんだよ。私は知らなかったんだけど、その時遠藤名刺もらったらしくって、後で連絡して付き合い出したんだ。結婚してるの？その時は知らなかったんだよ。結局妊娠しちゃって、遠藤を黙って下ろしに行って、それで倒れてみんなにバレちゃって、親が怒鳴り込みに行ったんだよ、男のところに。そしたら相手の奥さんっていうのも妊娠しててさ、ひどい話でしょ。それで遠藤も気持ちが冷めたみたいで安心してたんだけど、遠藤のうちにさ CD いっぱいあるでしょ、洋楽の。うん、あれその男の趣味でさ、ああいう音楽が好きな男なんだよ。どうして会いに行っちゃうんだ。連絡あったの知らない？男から夜中に電話があったんだって。途中で切れたらしいけど、気になってかけたらやっぱりそうで、なんか子供死んで生まれてきたらしくて、それで奥さんとの仲もめちゃくちゃになって、それで辛くなって男が遠藤に連絡したんだって。それもひどい話でしょ。でも遠藤すごく揺れちゃったんだよね。中野。ん？その話いつ聞いたの？夏休み前、保健室で。本当にね、どうして行っちゃうんだろうね。
ょっとすると遠藤帰ってこないかもしれないね。じゃあ私行くね。うん。元気？どうしてた？お母さんから電話あったよ。黙って行っちゃってたから。これお土産ね。美味しいから。ありがとう。お母さん心配してたよ。うん。急に友達と旅行しようってなって、話すとうるさそうだから、そのまま行っちゃったんだよ。どこ行ってたの？海とか山とかいろいろ。誰と？中学の時の友達。名前は？霧島行っても知らないよ。楽しかった？それほどでも。霧島に会いたかったよ。遠藤、どうして嘘つくのかな？え？何？嘘じゃないよ。
姉ちゃん、ぶどう入ってるぞ。ほっとくと腐っちゃうぞ。お茶ちょうだい。食っちゃえよ。食べていいよ。
はい。いいですか。まだ夏休み中でしょ。どうぞ。絵を見てほしいんです。君は 3C の霧島です。ああ。デッサンはひどいけど、色使いはいいね。ほら、ここんとこ。悪くないですよ。夏休みに描いたの。はい。初めて描いたんです。へえ。私、美術系の大学に行ってみたいんですけど。3年生。はい。遅いよ。美大に行く子はね、1年の時から本格的にデッサンをして、それでも落ちるんだ。国公立。いえ。私立だと、東京か。ともかく、明日から毎日ここに来てデッサンしなさい。はい。お前さ、呼び出しといてなんで黙ってんの。まあこっちも忘れてたんだからいいけど、用ないなら帰るよ。用あるよ。じゃあどうぞ。友達が一番大切なこと話してくれなかったんだよね。それがすごく悲しいんだけど、どうしてかな。なんだそれ、なんかのクイズかよ。俺からかってんの。恋愛絡み、友達って好きなのか。うん。どれぐらい。すごく。向こうは分かんない。それってお前が思ってるほど向こうは好きじゃないってことなんじゃないの。
自分が好きってのと同じだけ帰ってこないから苦しいんだよ。なんてね。帰る。送るよ。いい。いいってば。ねえ。ん？どうして私だったの？なんで私誘ったの？前さ、あたしあたしってうるせえぞ。じゃあなんでお前は俺とやったの？好きなやついんのに。近づきたかったんだよ。どこに？分かんない。ホテル行こうか。行かない。霧島は最近絵を描いてるって聞いたけど、本当だったんだ。話したいことがあるの。私全部知ってるから。ひどいよ、エンド。こんなの。汚いでしょ。私
だから桐島に嫌われても仕方ないよね。そうじゃないよ。私がいなくたって遠藤は平気じゃない。どうして泣くの。夏休み、絵描いたんだよ。ぶどうの絵、生物画。夏休み、一人だったから。することがなかったから。夏休み、本当は遠藤とおばあちゃん家行こうと思ってたんだ。うちの親、離婚してるじゃない。おばあちゃん家、父親の方の実家なんだけど、そういうことあんま関係なく、弟とよく行ってたんだ。すごい田舎でさ、昔は牛とかも飼ってて、放牧場あって、ちょっとそこいいんだよ。遠藤連れてきたいなって思ってたんだ。よく喋るね。
だって喋ってないと。喋ってないとまた遠藤のこと責めちゃいそうだから。海すごいね。中野にどこまで聞いてる？大体。会いに行っちゃったとこまで。あいつ助けてほしいって言ってたんだよ。声には出してなかったけど、そう聞こえたんだ。霧島には言えなかったよ。霧島よりあいつが大事だなんて。東京に行ってやり直したいって言ってて。一緒に来ないかって言われたよ。私そう言われるの期待してた。でも行かなかった。
桐島がいたからだよ。違うよ、私がいなくても遠藤は行かなかったと思う。だって私はいつまでも2番目なんだよ。今はその人と別れて1番目が空いたままだけど、いつかは別の人が1番目を埋めるんだ。でも私はいつまでも遠藤が一番好きだよ。みんな心配してるかな。多分。電話する？しない。遠藤、東京へ一緒に行こうよ。東京の学校に進みなよ。それで一緒に住む？うん。ご飯一緒に作って、お風呂取り合いっこして、二人で寝坊する？どっか出かけるときとか寝るときもバイバイじゃなくて行ってきますとかおやすみになるね。すごい仲良しみたいだね。みたいじゃなくて仲良しだよ。でも行けないな。おや？それもある。私何もないもん。霧島はいつの間にか自分のやりたいことを見つけたけど、私はダメ。流されてるだけだから。画集見ても私書こうとはしなかったけど、桐島は自分だけで絵を描いた。やりたいと思ったことはやっちゃうんだよ、桐島は。霧島強いよ。私もそうなりたい。
何もないってことない。遠藤はそのままで遠藤だよ。始発バスだ。あれに乗ったら学校行けるね。行こう。東京へ行ってしまってから遠藤から手紙が届いた。私にはこんなことぐらいしかできないからと書いてビデオテープが入っていた。私はそのビデオを何度も何度も繰り返し見た。